三宮ターミナルホテルは、かつて、兵庫県神戸市中央区の三宮ターミナルビル内に、所在したホテルである。1981年3月に開業。阪神、淡路大震災後の1995年10月1日に、改装した。JR 三宮駅に直結する三宮ターミナルビル内にある。周辺には、私鉄各線の三宮駅が存在し、 交通アクセスの利便性は高い。また、同ビル内にある三宮オーパをはじめ、三宮駅から地下街、三地下を介して、祖号神戸店や三宮センター街と、また歩道橋を介して、民と神戸とつながっており、近隣には他にも神戸丸井などの商業施設が充実している。かつて JR ホテルグループに属するホテルは、 ターミナルホテルという屋号で営業していたが、90年代から他のホテルがホテルグランビアなどに変更する中、全国で唯一、従来のままターミナルホテルという屋号で晩年まで営業を続けていた。耐震回収促進法の改正を受け耐震、診断を行ったところ、三宮ターミナルビルの耐震性能が不足していることが判明したため、 三ノ宮ターミナルビルの閉館に先駆け2017年12月31日に閉業した三ノ宮ターミナルビルの閉館について西日本旅客鉄道ニュースリリース2017年3月6日 AB 三ノ宮 TB が営業再開257日ぶりホテルフロント移設、交通新聞 P1 三ノ宮ターミナルホテルについてありがとうございます